本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラブの監督です。急な晴れ間、急な土砂降り、あ、傘家に置いてきちまった。そんな経験一度や二度ではありませんよね。今回紹介する商品は、軽くて持ち歩くのが苦にならない超おすすめな、コスパがいい快晴雨天兼用小型の傘を紹介します。こちらでございます。 21.5cm、 約 5cm、 重さ 146g、 これくらいのサイズです。本骨タイプ、こちらの傘超軽量です。傘骨には高級な傘にしか使わない軽量ながら丈夫なアルミと壊れにくいカーボンファイバーを組み合わせたフレームを採用。軽いだけではなく強度や耐久性も抜群です。傘を開いた場合の直径は約 90cm。 折りたたんだ時の長さは 22cm。万が一強風でひっくり返っても傘を閉じればすぐに元に戻ります。また日傘としては珍しい開封機能が搭載されております。日焼け防止、熱中症対策について。そもそも日焼けって何？日焼けとは紫外線の光が皮膚の細胞の DNA 遺伝子、細胞膜などに作用して傷をつけ赤くなり、その後皮膚を黒くすることで起こるもので、大気中で散乱している紫外線までは防ぎませんが、この日傘を使うことで日焼け対策と大きな役目を果たすことができます。また日傘によっては太陽の光を直接浴びず、こういった日陰にいる状態になるため、気温は同じであっても体感温度が下がったように感じます。こちら裏地に施された特別な UV カットコーティングにより、 UV カット率は 98% 以上、紫外線からしっかり肌を守ってくれます。様々なカラー、デザイン展開、こちらの日傘、この今紹介したもの以外にもレディース、メンズ問わず、どんなシチュエーションやスタイルにも合わせることもできます。様々なカラー、デザインを取り扱っています。この日傘、シンプルかつ上品なつなぎデザインで、数種類のバリエーション展開がされております。晴れ、雨、兼用仕様について。こちらの日傘、ズバリ晴れの日も雨の日もいつでも使える傘ですが、日傘を普段から持ち運ぶ場合、雨予報の際には雨傘と合わせて2本持たなければなりません。非常に面倒です。でもこちらの晴れ雨兼用傘は、それが1本で解決することができます。この晴れ雨兼用傘は、炎天下でも体感が楽に過ごせる一級遮光と、突然の雨にも対応できる防水性を兼ね備えた兼用傘です。 280T 生地は通常の生地よりも高密度で水滴を吸収することなく弾き返します。雨で使った後、畳む前に軽く振り払うだけで水滴を落とすことができ、収納後のストレスを軽減することができます。また蓄座が水浸入も防止してくれます。こう、ま、いわゆる防水パッキンとしての役目です。いかがだったでしょうか。小型で軽量、スリムサイズのため毎日携帯し、いつでも備え傘。この日傘は遮光率 UV カット99プラス、 UPF50 プラスと、日焼けからお肌をしっかり守りながらストレスなく持ち運びができる超小型軽量傘です。熱中症対策にもぜひ、性別問わず晴れ雨兼用傘、興味が出てきましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。マジで超軽いです。本気で軽い。こういうのを待っていた。使おう。本番いきます。よーい。家に置いてきてしまったー。隣のトトロ。紫外線の光が水滴を吸収。